はい、こんにちは、重工部のフラッシュです。はい、そろそろキャンプにいい季節になってきましたね。これから皆さんね、キャンプに行かれるシーズンではないでしょうか。まあお花見も済みましてね。はい、そんなわけで、まあ、キャンプに行くとですね、どうしても多いのが忘れ物ということで、私は本当おちょこちょいなんでね、もうここに置いたものをそのままも忘れて行ってしまうとかね、よくあることなんですね。そこで今回はですね、キャンプに行く時の、忘れ物しないようにチェックリストっていうのを作ってみました。チェックリスト、これをこれから使ってみようかなと思いますね。これは PDF のデータとしてダウンロードできるようにしておきますので、よろしければ概要欄からねダウンロードしてお使いになってみてください。まあお人によって違うと思いますので、私のチェックリストがそのまま使えるとは限りませんけども、まあ、参考になればと思います。はい、ということで、この忘れ物しないようにこうするためにはどうすればいいかというと、大体行って何から先に順番にやるかみたいなね、こうやる手順をこう想像して、これがいる、あれがいる、あれがいるよみたいなね、そんな風に揃えていけばいいかなというふうに思います。今日はですね、これちょっと話が長いので、3部作パート1、2、3でね作っていきたいと思ってますので、気長にご覧ください。まずはパート1からということで、まず現場に着いたらですね、やることはやっぱテントを張るということですよね。なので、テントを張ってタープを張ってというような感じですね、やることがあると思いますけど、まずはテントね、テントを張るということで、まずはテントですね。はい、はい、私の場合は今回はこのワンポールテント、ね、を使う予定です、ね。プラスこれは二股化したポールですね。これは自作のポールですね。こういったものも全部持っていくと。でこの中にはペグやらロープやらテントを張るための、ね、材料が全部入っているので、これがあればテントをとりあえず張れるということですね。テントもいいんですけども、ひょっとすると、場合によってはこの、ハンモックですね。ハンモックが出番があるかもしれないので、ハンモックもね、これだけの容量ですから車で行くので持ってきます、ね、ハンモックですね。これはバイクの時はハンモックだけとかいうことがよくあるので、ハンモックも持ってきますね。そして、タープは3メートル3メートルですね。タープがここに入ってますので、これを持っていくと。当然これに伴ってですね、はい、こういったポールですね、ポールが2本入ってます。これとロープ類ですね。ロープ類もうちょっとあまりそのこれもできるだけ絞りたいんですが、10メートル1本と3メートルが5本ぐらいですね、持っていくと。そんな感じですね。これだけあれば足りるとは思います。本当はポールもね、現地でその木の枝かなんか使ってやるっていう手もあるんですけど、見つからないといけないので、一応持ってきますね。グランドシートですね。グランドシートっていうのは別に荷物置き場として使うので、ブルーシートでいいと思います。これは100円ショップで売ってるそのブルーシートの代わりのグリーンシートみたいなね、こういうのですね、これ使っていきます。グランドシートやりましたら、はい、これがテント周りですかね。テント設営系ですね。で、それ以外にはですね、机と椅子とか、椅子はですね、こういうのでもいいし、これはヘリノックスモドキってやつですねの、椅子と、テーブルはこれはアルパインデザインの、ローテーブル、折りたたみになってるの少し高いですね。これぐらいの25センチぐらいのテーブルですかね。はい、どちらにしてもローテーブルと、椅子という感じですね。さあ、だんだん増えてきましたよね。これやっていくうちにどんどん増えていくんですけど、そうしたらテント周りというとコットですね。はい、これはいつも私が使っているムーンレンスのコットですね。コットの上にマットを敷いて、マットをこれ敷きますね。マットを敷きます。そしたら寝るときは寝袋ということでね、これは夏寝袋ですけど、もう一枚ね、冬用の寝袋を一枚もう一枚持ってきます。こんなところですかね、テント周りは。そうしましたら次は、照明器具ですね。照明器具はいろいろありますよね。こういうオイルランタンとかね、あそこに開いてありますけど、オイルランタンとかいろいろありますが、はい、こういうランタンですね。ランタンもいいんですけど、これかさばるんですよね。かっこいいっていうか、味わいはあるんですけど、すごくかさばるので、ちょっとなかなか持ってきにくいんですね。あとね、燃料がまた別に持っていかないといけないので、結構かさばりますね、これね。あったかくなってきましたので、そろそろね、こういうガスのランタンでもいいかなと思っています。今回はね、ガスのランタンをね持っていこうかなと思っています。こういうのですね、こういうの、はい、こういうやつですね、ガス用のランタンです
ですね。こういうのをね持ってこうと思います。まあ、当然このオーディカンも1本いりますよね。はい、まあ結局なんだかんだと荷物が増えていくわけですけども、はい、まあこういうことでガスランタンプラス照明器具はですね、まあいろいろいるんですけども、私はあのこういうろうそく系が好きなので、まあキャンドルランタンですね、キャンドルランタンが2つほどと、あとはこれヘッドランプですね、ヘッドランプですね。まあこれもそんな高いものではないですけども、ヘッドランプは必ずあった方がいいです。じゃあこれほおずきもどきね、これよく撮影用にも使ったりするので、これはいつも持ってきますね。いつも充電を満タンにして持っていくようにしてますね。ヘッドランプは私は予備をもう一個持ってます。これはね、あのカバンのポケットにパッといつでも出せるようにね、夜夕方現地に到着してもいいようにすぐ使えるようなね、まあ本当に100円のヘッドライトを使ってます。でそれ以外にもですね、こういう懐中電灯ですね、まあ、ミニ懐中電灯というのか、まあ、結構これは強力ですよ。これね、こんなんでもあると便利です、懐中電灯ね。で予備のろうそくですね、予備のろうそくと、これはねランタン、これはあのこういうやつです、これ100円のランタンなんですけど、これ意外とね明るいんですよ、キャンプ場だと意外と使い物になります。はい、こんなのをね、まあ、1つの袋に入れておきます、ね、もう照明器具は照明器具というふうにまとめておいた方がいいですね。はい、撤収の時もね、まあ、いつも同じところに同じものを入れると。で、まあ、これだけはねカバンのポケットに入れておきたいので、まあ、一番外側に付けます。あとは予備の電池ね、これも絶対忘れないように。まあ、最近はスマートフォンも懐中電灯になるんだよね。スマートフォンもでも電池がなくなっちゃうとね大変ですからね。はい、まあ、予備の電池とか予備のろうそくとかねお忘れなく。はい、これがね照明器具という感じですかね。それ以外にはあとね、あの変換バルブって言って、その OD 管と CB 管をねこう行ったり来たりガスをチャージする弁があるんですよ。あの別の動画に上げてますけども、それ参考にしていただければと思います。それも一応持ってきます、私ね。それもカバンにいつも結んであるので、小さいやつで持っていくようにしてます。焚き火関係ですね、焚き火関係といえばですね、私はこの最近もうお気に入りがこのバンドックのボックスストーブってやつですね。ちょっと開けませんけども、ボックスストーブにまあこうトングっていうのかな、まあ、こんなやつをねいつも入れておりますからね、もうそういうこう薪をくべたりするときに使うトングですね、入れて、あと網とかもねもう入れてあります、事前にね。はい、そしてこれがね結構便利なのが、下に敷くまあ防炎っていうかな、燃えないシートですね。はい、これもう何回か使ってますけど全然燃えません、これね。まあ、これも動画を上げてますのでどっかでご覧ください。はい、この防炎シートですね、これをがとても重宝しているので、まあ、こんな感じでね、こんな感じで持ってきますね。はい、そして、まあ、なくてはならないのがね、手袋です。手袋は、まあ、革の手袋と軍手みたいなね、まあ、両方2つ1個ずつこう持って取ったらいいですね。まあ、あの軍手とか革の手袋はね、これあのワークマンでいいですよ、ワークマン。まあ、革の手袋はお持ちくださいね、これね、その高いものでなくていいと思います。はい、そしてこれはね使うかどうか分かりませんけども、あのレザーマンといってマルチツールですね、まあ、ペンチだったりナイフだったり缶切りだったり、ね、何かいろいろ使えそうな、まあ、お守りみたいなもんですね。はい、ほとんど使ったことがありませんが、お守り代わりに持っててます。あとはナイフ、オピネルですね、オピネルのナイフの、これは9号か8号、8号かな、小さいやつですね、1本持ってきますですね。はい、そして焚き火用といえばですね、火起こしですね、火起こし道具も言った通りね、こんなふうに持ってます。まあ、ライターもありますけども、朝ひもとかね、こういうライター予備がありますね。あとこうマッチから、まあ、これのファイヤースターターですね、これ火起こしするファイヤースターターですね。それからこれはあのワセリンですね、ワセリンを脱脂面にね湿らせたもの、もうこれも着火剤として使いやすいですね。まあ火起こしとしてはこれぐらいあればいいじゃないですかっていうことをですね、
まあ基本はあのライターでつけちゃうんですけど、ちょっとこうブッシュクラフト的にね、ちょっとこう楽しみたいなっていう時は、この火打ちスタファイヤースターターですね、こういうものを使ったりもします。まあ、このようなものをね入れておきます。まあ朝紐はね常に持っていくようにしてます。例えば 雨上がりとか雨が降ってる時とか、まあ、いわゆる火口、火種になるところがね、火種になるものがない時とかね、まあ、ティッシュペーパーとか新聞紙でもいいんですけども、こういう麻紐なんかはねすごく使いやすいですね。はい、まあ、こんな風に一つにまとめてます。これ、火起こし道具ですね。まあ、これとこれは必ずいるなという、これですね、斧。はい、私が使っているのはコールドスチールの斧ですね。斧、はい、斧、そしてノコギリ、ノコギリですね。ノコギリはゴンボーイの、ね、210というノコギリですね。それからナイフ、バトン用のナイフですね、巻き割り用のナイフで、これは、モーラーナイフですね。モーラーナイフのコンパニオンというですね、はい、これを使ってますね。まあ、ナイフはそのうち、ね、ちょっとちゃんとしたのに買いたいなと思ってますけど、はい、ということで巻き割り用はこれぐらいの道具をね持っています。はい、まあ、大体パート1はこんなところかな。設営から、まあ、夜になるも焚き火のところまでですね、これぐらいの道具があればいいかなと思ってます。結構なりましたよ。まだパート2パート3がありますので、この後ねご覧いただければと思います。はい、とりあえずあのパート1ここまでですね。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからもね皆さんに役に立つ情報をお伝えしていきます。引き続きパート2ですね、キャンプ道具チェックリストのパート2をねご覧いただければと思います。では後ほどお会いしましょう。自由工房のフラッシュでした。ゆうさん、さよなら。かあ、これ今日は本当超対策ですよ。これ最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。